業務スーパーのおすすめ商品。大容量でお得なのはもちろん、普通のスーパーでは見かけないものも多いですよね。この動画ではガルチャンミンがおすすめする業務スーパーの商品をまとめてご紹介します。ミニお好み焼きがおすすめです。夜ご飯を作る気力がない日にたまたま冷凍庫にあったので出したのですが、キャベツの食感もしっかりあって美味しかったです。美味しそう。今度行ったら買ってみる。そのシリーズだと私は山芋焼きがさらに好き。家ではポン酢か醤油にマヨネーズをつけて食べるけど、下味がついてるのでお弁当に入れても美味しい。私も買ったけど美味しかったです。今度お好み焼きも試してみようと思います。鳥屋さんのチキンカツがおすすめ。揚げたら玉ねぎと一緒にめんつゆで煮てチキンカツ煮にする。大根おろしがあればもっと美味しい。面倒くさいから一袋一気にやるのがポイントね。夕食のメインになるし、冷めても美味しいから次の日のお弁当にも入れられる。うちでも晩ご飯に困った時にとりあえず揚げてるよ。カツ煮もやってみたいな。胸肉なのに美味しいよね。1キログラムだけどすぐなくなる。時々皮ばっかりで外れもある。安いから気にならないけど。梅しそカツも美味しかった。家族も気に入ってたよ。これリピートしまくり。私はあんまりだった。普通の方が美味しい。ネットでもテレビでもめちゃくちゃ評判いいよね。食べてみたい。とろーりとろけるチーズフライも気になってるけど、食べた方いますか？濃いめの味なのでお酒のあてに最高だったよ。チーズもちゃんと伸びるし美味しいよ。私も酒飲みなので買ってみるね。楽しみ。自分用にお弁当作ってるけど、週に一度はこのオムライスを持って行ってる。袋に適当に穴開けて電子レンジでチンして弁当箱に入れるだけ。たまたま私の弁当箱にシンデレラフィット。余力があれば冷凍スナップエンドウやカリフラワーを一緒にポロポロっと入れとく。職場で食べる前にチンすると付け合わせになってちょうどいい感じ。それいいね。旦那のお弁当にしよう。私もこれ気になってる。味はどうですか？私は結構好き。一時期冷凍庫にストックしてた。値段考えたら十分美味しいよ。ボリュームもしっかりあるし。控えめの味なので食べる時にデミグラスソースかけたり、とろけるチーズ乗せたり、アレンジもしやすいのが気に入ってる。子供のお昼ご飯にも良さそう。夏休みみたいな子供の長期休みの時に助けられてるよ。手抜きしたい日におすすめ。イエローカレーペーストが美味しい。ココナッツミルクさえ買えば、具は適当に家にあるもので簡単に作れる。グリーンカレー、レッドカレーも今度挑戦してみたいな。大人の大盛りカレーの中辛を何度もリピしてる。スパイスっぽい味もするし、辛すぎなくてちょうどいい。間違って甘口を買っちゃったこともあるけど、子供たちが美味しいって言って食べてたよ。本当にたくさん入ってるからお得感ありますよね。めんつゆとお湯を混ぜてカレーうどんもできます。カレーうどんアレンジいいですね。うちでもやってみよう。うどんも業スーで買ってるけど安くて美味しい。個包装じゃないのがちょっと残念。美味しいよね。うちでは開封したら大きいジップロックに入れてるよ。ちくわの磯辺揚げも常備してる。うどんのトッピングに最適だよ。これ好き。ご飯にも合うし、お弁当のおかずにもいい。冷凍のトルティーヤ、ピリ辛チキンと野菜を巻いたりして職場のランチに持っていくよ。私もトマトとレタスと焼いたベーコンを巻いて食べました。鶏ももを北京ダック風にして包んで食べたら秒でなくなったわ。春巻きの皮を代用するよりずっと美味しい。美味しそう。レシピ調べてやってみます。クレープは子供の朝ごはんにちょうどいい。おかず系もスイーツ系も合うから、ツナマヨ巻いたりバターとシロップ塗るだけでも美味しい。ポテトサラダは 1kg も入ってるから食べきれず困ってたんだけど、 500g が2つの小分けになったんだね。小分けになって嬉しい。使い勝手が良くなった。味も美味しいよね。春巻きの皮も一緒に買ってポテサラ春巻きを作るのが好き。イワシレモンハーブ漬け、トマトハーブ漬けと2種類ありました。どちらもキャベツなどを加えてパスタを作ったら絶品です。サーモンスプレッドが美味しいよ。しかも安いの。売り切れたら困るから本当は教えたくないけど、美味しいから教えちゃう。食パンに塗ってとろけるチーズを乗せてトースターで焼くのがおすすめ。
気になってたやつだ。タルタルソースみたいな感じ。スモークサーモンやコーンがゴロゴロ入ってるよ。うわぁ、本当に美味しそう。買ってみます。フライドオニオンを常備してる。スープに、お好み焼きの天かす代わりに、サラダに、何にでも入れちゃう。ねじりこんにゃく、食感がとても好き。甘辛く炒めにして、一味唐辛子をかけて食べる。ダイエット中だからとても良さそう。明日にでも買ってこよう。これ美味しいよね。うちはおでんの時に入れてるけど、味しみが良くて気に入ってる。シーザーサラダドレッシング、安くて大容量だからリピしてる。これ一番大きいの買ってる。毎日サラダに使ってるからすぐなくなっちゃう。ジャンツォンジャンは常備してる。どんな料理に使っていますか？何でも美味しくなるよ。スープやチャーハンの味付けに使ったり、冷ややっこや焼いた厚揚げにのせたり。うちも使ってます。生姜焼きや唐揚げの下味にしても美味しいですよ。このバーベキューソース、マジでマックと同じ味。チキンナゲットも買えばマック行くより安上がりだね。フライドポテトも一緒に買おう。何気にポテトの種類多いよね。冷凍野菜の菜の花、常に冷凍庫に入ってる。ナムル、炒め物、スープなど、いろいろ使えて便利。オクラスライスも便利だよ。何に使うの？納豆に入れたり、とろろ芋に入れたり、そのままかつお節とからし醤油であえて、ご飯にかけてもいいよ。揚げなすをよく買います。味噌汁に入れると美味しいです。アボカドは、納豆とあえてわさび醤油で食べる。少しずつ使えて便利。生のアボカドと変わらない味ですか？多少食感が違うようにも思うけど、私は気になりませんよ。自分で冷凍したアボカドよりはずっといいです。オニオンソテー。飴色玉ねぎってレンジで時短したとしても作るの大変だから、かなり重宝してます。オニオングラタンスープも一瞬でできるし、カレーに入れても美味しい。里芋も皮を剥くのが面倒だから冷凍のが便利。煮物も簡単にできるよ。骨取りタラを常備してる。旦那が骨を嫌がるので。マグロのたたきを冷凍庫にストックしておくと、何もしたくない日に手巻き寿司の具になるからおすすめ。これうまいんだよな。私は生臭くて食べられなかった。私は好きです。お店でも使われるぐらい美味しいんですよね。ノルウェー産のししゃもは常にストックしてる。たくさん入ってるからスーパーより安い。エビはこれが美味しい。ミックスベリーはヨーグルトに混ぜると絶品。私はブルーベリーをアイス代わりに食べてる。ショルダーハムが美味しくて何回もリピートしてる。朝ごはんにハム2枚を太めの短冊切りにして、フライパンにドーナツ状に並べて、真ん中に卵を落として焼いたら味付け不要のハムエッグの出来上がり。他にもスープに入れたり、キャベツと炒めたり。便利で美味しいよ。味が濃いめなので、その他の味付けを薄めにするとちょうどいい。ハムも美味しそうだけど、あなたのプレゼンが良くて明日買いに行くことにしました。同じく。こだわり生フランクってどうですか？食べた方がいたら感想を聞きたい。美味しいよ。茹でる前に解凍する必要があるから、急いでる時には向かないけど。ハーブの方だけど、もう10回は買ってる。ポトフに入れれば、あとはコンソメを適量入れるだけでローリエを入れたみたいな、すごく凝った味になる。キャンプで作ったらワイルド感が出て良さげですね。ウインナーも美味しかったから、これからは業務スーパーで買うことに決めた。チーズインつくねハンバーグが美味しかったよ。思ったよりチーズたっぷりだった。つくねはレンコン軟骨入りつくね団子がダントツのお気に入り。フランス直輸入のミニクロワッサン、オーブンで焼くとサクサクで美味しいよ。パンオショコラも美味しいよ。チョコチップが入ってる。ベルギーワッフルが美味しかった。チョコがけのワッフル大好き。砂糖がザクザクしてて香ばしさもあって美味しい。バターワッフルっていうクッキーが好き。サクサクで手が止まらない。冬限定のチョコレートバターワッフルもあるよね。こっちもめちゃくちゃ美味しい。冷凍スイーツも美味しいのが多いよね。プチ大福をよく買う。冬はストーブで焼いて、夏は凍ったまま大福アイスとして食べる。中にタレが入ってるみたらしもちっこも美味しい。おやつにいいよ。スイートポテトめちゃくちゃ好き。これにバニラアイス乗せて食べてる。カロリーは気にしちゃダメ。
スフレチーズケーキが美味しくて何度もリピートしてる。私もこれもう3回くらい買ってる。ティラミスをよく買う。美味しいよね。チーズケーキは売ってるけどティラミスは見たことないな。売ってない店舗もあるんだよね。私はわざわざ売ってる店舗まで行って買ってます。チーズケーキほどくどくないからこれの方が好きです。台湾カステラ、本場のは食べたことないけど自然解凍でも美味しかった。口の中でとろける食感で美味しい。ふわふわだよね。レンジでチンして蜂蜜バターを塗って食べるのが好き。レモン味も美味しいよ。牛乳パックに入ってるスイーツのおすすめが知りたいです。無難なのはコーヒーゼリーかな。砕いて牛乳に入れるとドロリッチみたいで美味しい。プリンは甘さ控えめのプッチンプリンに似てるなと思った。質より量な子供たちが喜んで食べてます。成長したら高いのを要求してくるんですかね。私はキャラメルプリンの方が好き。あっさりしてて食べやすかった。水羊羹はチンするとおしるこみたいになる。食べるより飲むことの方が多い。私はパンナコッタが一番好き。カルディのパンダのプリンに近い濃厚さだよね。コーヒービーンズチョコ、ミルクチョコがコーティングされてて好きです。これ本物のコーヒー豆？そうですよ。周りはミルクチョコ、中がコーヒー豆でガリガリ食べられます。カルディとかにも売ってるけどこっちの方が安いし美味しいのでついつい食べ過ぎてしまいます。へえ、美味しそう。今度買ってみよう。ミルクファッチ、海苔で買ってみたらめちゃくちゃ甘くて美味しい。濃いミルク味で中はとろり、外はサクッとネチネチ。甘すぎて歯茎が痛くなるけど美味しくて食べちゃう。私も好き。柔らかいけどさっくり感もあるキャラメルみたいな感じだよね。たくさん入ってるし甘いから一つで満足感があってコスパもいい。フォレストクラッカーが好き。私もこれに一票。見つけたら最低2箱は買っちゃうな。さっき食べてた。美味しいよね。居酒屋で出てきてどこで買えるか聞いたら1箱まるまるくれた。それからハマってる。私も家族もみんな大好き。ガレットブルトンヌ、安くて美味しいからクッキー好きな人におすすめ。最近全然出会えない。ずっと探してるよ。めっちゃ好き。フランス産のお菓子でしっかりバターの味がするよね。タルトレットアプリコット、気になってるんですが食べたことある方いますか？美味しいよ。見た目通りの味だと思う。ねっとりとしたジャムとバターの風味豊かなクッキーが合わさってめっちゃ美味しい。クッキー部分はほんのり甘くてサクッとしてます。ジャム部分は甘酸っぱく少しベタついて歯にくっつくような食感だけど甘すぎず美味しいです。グラノーラビスケット、ザクザクな食感で甘すぎなくて好きな感じ。手作りチーズケーキの土台に砕いて使ってみたけど本当に甘さがちょうどよかった。ちょっと高いけど美味しいよね。程よい甘さで食感も楽しくて大好き。他のよりちょっと高めだから今まで買わなかったけど気になったから買ってみた。美味しかった。サンドイッチビスケットが好きでよく買ってる。これのイチゴの味が薄すぎて残念だった。子供が気に入ってるのでおやつによく買います。このイタリアンビスケットが好き。ボリボリ固めの歯ごたえで甘さ控えめ、ベリーの風味がほんのりして美味しい。クリームチーズを乗せるとさらに美味しいよ。すぐ食べちゃうから必ず2つ買う。このシリーズは味も日本人の口に合うと思うし食感も楽しいよね。安くて量もあるからハマってる。卵と乳製品入ってないからアレルギーの人にもぜひ食べてほしい。食べ応えがあって満足しますよね。私も見つけたら全種類買っちゃいます。美味しいよね。ココア味のも好き。ビスケット系が美味しいみたいだね。買ってみよう。砂糖不使用のドライマンゴー、手がベタつかないし固めだけど少しずつかじって食べるのが好き。タピオカミルクティーが美味しいよ。解凍するとタピオカがもちもちになりますよね。早速買ってきました。紅茶も美味しいしタピオカももちもちでした。ちゃんと専用ストローまでついてて親切だよね。これのマンゴー味もすごく美味しかったよ。炭酸水が好きで箱買いするけどスーパーの半額ぐらいで助かる。我が家も定期的に箱買いしてます。ラップはプロ好みのラップで落ち着いた。
15センチサイズがあってありがたい。うちでも常備してる。結構いいよね。そこそこ丈夫だし、大容量でコスパがいいから無駄遣いしても罪悪感が少ない。ぴったりくっつきますか？ちゃんとくっつくよ。サランラップほどではないけどね。ご飯のおかずからスイーツまで、いろいろな商品があってワクワクしますね。あなたのおすすめの業務スーパーの商品もぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの有益系トピを中心にまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。